いつもご視聴ありがとうございます。ラジオです。今回の動画は、日本共産党さんについて、山本太郎さんの、考えていることですね。日本国内30年、国内の安全保障がないがしろにされて、国内は格差が開き、地盤沈下しっぱなしなんですよ。で、一方でさっきの外交の話があったけれども、中国からミサイルが飛んでくるとかっていう話になったら、すぐさま43兆円もの予算がつく。一方で子供が少子化でっていうような話で、8兆円から9兆円の金をすぐにでもなんとかしないと、2025年に、クライシスがやってくるんだってことが分かってたとしても、3兆円程度しかつけない。まあ、この差何なんだよってことですね。30年この国が腐ってきた、壊れてきた、食われ続けてきた、食い物にされ続けてきたっていうことは、これ自民党のせいだけだと私は思ってません。既存の政党っていうものが、やはりその中でしっかりと、たとえどんな場面になったとしても、泥水すすってでも、これは大問題であるということを、体張ってでも、やっぱり止めるっていう気概を持たなかったんですよ。この30年、日本を壊してきたのは、与党だけじゃない、野党も壊してきたんだ、そう思ってます。正しいことさえ言えばいいって、そういう話じゃないと思うんです。時には体も張らなきゃいけないし、それによって多くの方々に情報が提供されていくってこともあるから、言論だけで戦います、体は張らずに、というような、自分たちだけ綺麗な場所に身を置きながら、かっこよく戦うなんて無理なんですよ。だってもう国として壊れてるし、終わってるよ。この状況で、これまでの永田町の中での戦いをまだ延長させようとしているようなものたちっていうのは、私、目を覚ました方がいいと思うんですよ。そんな余裕なんてもうないってことです。自民党が野党時代にけしかけたような、品がないって言われたとしても、往生際が悪いと言われたとしても、徹底的に与党に噛みつく、戦うってことをやらないと。共産党さんっていうのはものすごく、調査能力も高いし、国会での議論っていうものもものすごく深いものだと思ってます。でもそれをもってしたとしても、私はこの状況を変えられてないんだから、それだけでは足りないんだろうと思います。徹底的に体張ってやっていくっていう側に、やっぱり共産党さんも来てほしい。今、この社会の中での、国会の中での少数派の戦い方っていうふうに考えたときに、あまりにも戦術が違いすぎますね。そう考えたら私は期待が持てないと思ってます。だからこそ私たちみたいな山本太郎を先頭とするうぞうむぞう、永田町の中では何者かわからないというような者たちが、やはり、徹底的にこれ抗っていく、これは人数を増やしていきながらやっていくっていうのが一番効果的なんですけど、私はそこからしか希望を開けないだろうなと思ってます。もちろんね、れいわ新選組と日本共産党さんっていうのは、政策が、近い部分があったんです。それは過去の話ですけれどもね、消費税をなくすんだ、弱者救済という面においてもそうですよね。だから近い部分があったんですけれども、最近距離が離れてるんですね。それなんでかっていうと、共産党さんっていうのは、国債発行のことを、軍事利用されると。いうことの、その一点張りなんですよね。その一点張りで、国債発行してたら、武器をどんどん製造するだけだから、戦争につながっていくっていうことをおっしゃるんですね、共産党さん。そのことばっかり言ってると、日本国内の疲弊している国民たちは一切救えないので、れいわ新選組としては、ちょっと、相入れないと。もちろん、インボイスは中止だとか、そういうことは、同じなんですよ。考え方は一緒なんです。だから、共産党さんももちろん言っていただいて、ありがたいなって思ってるんですけれども、積極財政ということが共産党さんないんですよね。そこがちょっと残念なんですよ。積極財政なしに、この国の国民は救えないんですね。国が、お金を出さないと、昔で例えるならば、公共工事を増やさないと、国のお金というのは民間の方には降りてこないんですよね。それが、簡単に言うと積極財政ということなんですよ。公共工事を増やしたりとか、例えば消費税をなくしたりとか、それも国がお金を出さないとできないわけなんですよ。それをするなって言うんですよ、共産党さん。でも、消費税はなくせって言うんですよ。ってことは、どっかよそから持ってこなあかんわけですよね。そういう考え方だから、
全く違うってなっちゃうんですよ。だから積極財政のことを本当にね、理解してほしいんです。共産党さんの中では、やっぱりね、C さんが力を握りすぎてる気がするんですね。で、C 委員長が力を握りすぎていて、鶴の一声で、その党の中が、全部決まっているっていうふうに僕らみたいな外野から見てるとそういうふうに見えるんですよ。それちょっと風通し悪そうやなっていう気もしますね。で、れいわ新選組というのは、まあ、山本太郎一人で鶴の一声で決まっているのかというとそうではないんですよね。もういろんな当事者が議員になっているということで、いろんな人の意見が混じりながらの政党になっているんですね。だからその点がちょっと違うなと思いますね。批判するつもりは僕は何にもないんですよ。れいわ新選組が私の選挙区で立候補者がいなかったら、日本共産党さんに投票します。まあ、日本共産党さんがいればの話ですけどね。それぐらいの、まあ、政策としては近い部類なんですよね。だからそこまで批判的ではないんですけれども、ただ、積極財政というものを理解して、国民を救ってほしいということなんですよ。積極財政がないと、国民は絶対救えないんです。国がお金を出してるんですね、この国っていうのは。まあ、間違いないでくださいね。税収っていうのが、国のお金だとみんな勘違いしてると思うんですけど、税収なんかお金でも何でもないんですよ。もう言うたら、吸い上げたらもうどっか消えちゃうようなもんなんですよ。国がお金を出すっていうのは、もう一番最初に予算付けすることが国がお金を出すってことなんですよ。で、税収っていうのはもう年度末に回収するだけのもんなんですよね。それがまあ次年度に当てられるかもしれませんけれども、まあ次の予算でその税金が使われてるかどうかなんかもう怪しいもんなんですよ。わからないんですよ。もしかしたら官僚のポッケに入っちゃってるかもしれないですし。そんなレベルなので、税収なんか気にしないでいいぐらいなんですよ。で、税収が増えたから還付されますかっていうことなんですよ。今、岸田政権が還付しますって言ってるんですけれども、まあ、選挙前だから言ってるだけなんですよね。で、税収が増えたからどこに行くんやって言ったら、まあ、多分お友達企業に行くんですよ。だから税収なんか全く期待しないでくださいっていうことなんです。そんなことよりも予算付けをしてもらって、国家予算というものを増やしてもらって、積極的に財政出動をしてもらうっていうことが一番大事なんですね。まあ、ちょっと難しいかもしれないですけれども。岸田総理大臣っていうのは、親戚一同が、もう財務省の親戚の方たちばっかりなんですよ、周りがね。だから、財務省に固められてるので、積極財政も絶対しないという、そんな雰囲気なんですね。だからちょっと、岸田政権には期待できないという感じなんですよ。で、積極財政をさせるためには、日本共産党さんではできないということなので、れいわ新選組というものを数を増やさないとダメなんですよね。で、他の政党にも確かに積極財政派いてるんですよ。立憲民主党の中にもいてるんですし、自民党の中にもいてるんですよ。だけどね、本気で積極財政を持ってるんだったら離党してこいよってことなんですよ。本気の積極財政は、れいわ新選組しかいてないんで、離党して合流せえやと。どうせポジションを守るために自民党からも抜けられへんし、立憲民主党からも抜けられへんのですよ。自分のポジションが欲しいから。立憲民主党の中におっても何も積極財政のことはできないんですね。もう圧倒的に積極財政派っていうのは少ないんですから。できないことを分かっときながら立憲民主党の中にいてるってことは、もう言うたらポーズなんですよ。本気だったら、れいわ新選組に来ているはずなんです。で、れいわ新選組では、選挙が勝てないんだろうと思われているから、まあ来てくれないという部分もあるんですね。だけどね、まあこれから勝っていきましょうよ。地方選もだいぶ勝ってきましたよね。ちょっとずつちょっとずつ増やしていって、よそからこっちに合流したいと思わせるぐらいに、やっぱり議員の数を増やしていかないと無理なんだなと。そういう限界も多分みんな感じてると思うんですよね。まあこれからも、れいわ新選組をちょっと広めていくことにみんな頑張っていきましょう。以上です。ありがとうございました。